はい、くらチャンネルです。今日は先日購入したタックルを紹介してみたいと思います。あ、ごめん、動画撮りよったんじゃ。うんうん。え、どうしたんそれ、新しいん。うん、買った。うん。じゃあ私もちょっとネットでポチポチってしてくるわ。ああ、え、はい、開封してみたいと思います。実はですね、アブのリール初めてなんですよ。結構長いことバス釣りはしてるんですけども、今回買ったのはレボエリート7 IBL です。まあ、レフトハンドですね。僕は全部左巻きなんで、右利きなんですけども左巻きです。スペック紹介してみます。ポイントが合わないぐらいかな。ベアリング数は10個、ギア比は 7.3:1、 最大ラインの巻き取りが 76cm、 最大ドラッグが 10kg で、自重が 180g。 久しぶりにリールを買ったんでこんなに軽いのかなって感じがしてます。ラインキャパシティが14ポンドで 100m ですね。今回は14ポンドのプロロを巻こうかなと思ってます。メーカーの小売価格は 3.6 ユキチさん、購入はそんなに高く買ってない。外観ですけども、ブラック基調で、まあ、赤い差し色がこうちょこちょこ入ってるような感じですね。これは左巻きなんで赤の差し色がこう入ってますけど、これ右巻きだとここは黄色かオレンジみたいな、こんな色だったと思います。気になる方はちょっと調べてみてもらってください。フレームはここはアルミだったと思います。サイドのカバーがカーボン繊維で強化されたプラチナで、ブレーキがマグネットかな、マグネットブレーキとこちらに遠心がついてますけど、アブのリールのインフィニブレーキですかね、遠心とマグでいいとこ取り。ここになんかロック機能がついてるので、ガチッとすると、はい、でハンドルが90で、ノブが EVA ノブ。実は EVA ノブはあんまり好きではありません。あと、まあ大きさ的には僕あんまり手がでかくないんですけど、見えますかね、こんな感じですかね。うん、なんかすっぽり入るような感じ、ファーミングしやすい感じですかね。まあ、女の人でも多分、僕あんまり手が本当にでかくないんで、女の人でも十分がっちりファーミングできると思います。今度は竿いってみます。竿は FC611MXGFM-MGS、 こちらかというと巻物重視の竿です。最近巻物で結構ばらしてるんで一本欲しいなと思っていろいろこう検討していたんですけども、どれがいいのかよく分からなくて、ゲリファミリーの成田のリアキプロにちょっとメッセージして3つぐらいこう候補を挙げて、この中でどれがいいっていうことで聞いたら、もう間違いなくこれがいいと、この竿がいいっていうことだったんで購入することになりました。ちなみにこれはもう新品ではですね、もう手に入らなくて、中古3点
あの黄色いお店の中古さんで購入しました。どんな感じの竿なのかちょっと開けてみたいと思います。はい、中古なんですけども綺麗な感じで、傷がそんなあるわけではないんで、いい買い物したかなと思ってます。もう早速ちょっとリールをつけてみた方がいいのかな。アブでアブなんで、アブリールでアブロットなんで、感じはいいですよね、やっぱりね。レアが大きくないんで、層がいろんなところに当たりますが、全長が2メーター10センチぐらいですかね。この竿自体がすごく軽くて、117グラム。水晶ルアーが16分の3オンスから4分の3オンス。ライン1ポンドから20ポンド。で、パワーはミディアムエクストラ。で、正方チューブラですね。カーボンの含有率が80%。で、グラスが20%。コンポジットロットになってます。少しこう、グラスが入ってるんで、こう乗せて投げるような感じが気持ちよく飛ぶのかなって感じがします。現場で試してみます。で、それも動画にしようかなとは思ってますけども、今回はね、もう、引いた絵を撮るって言っても、なかなか撮れないんで、まあ、こんな感じですよっていうような動画になります。